千賀また1から1918年7月12日は、日本の政治家。初代岡崎市長、岡崎町時代最後の町長も務めた。明治2年3月2日、岡崎藩の菅尾町に生まれる。一説には、壁海軍大浜村の近藤家に生まれ、幼少時に、ぬかた軍岡崎連弱町の千賀家に入ったとも、言われている。は次郎。 1895年、岡崎町学務委員に選ばれ、教育行政の刷新に大きく寄与した。このゴロスガオ町の自宅で、もっぱらし作や、画作にふけり、書もたしなんだという。画号、を鶴堂と少子作品には、岡崎の風物を吟じたものが多い。1908年2月21日、岡崎町立高等女学校新築をめぐって、 流血を伴う暴動が発生する。連着尋常小学校と投げ尋常小学校の増改築と同時に高等女学校の新築も合わせてすべきであると主張する議員が警官に護衛され一段となって役場に入ろうとしたところ尋常小学校2校の増改築のみをまず緊急事態としてすべきであるとする反対派の町民1000名ほどが役場前の弁天坂で阻止し、 議員たちに向かって、石を、雨あられのごとく、降らせた。この事件により2月24日、矢野義明町長は辞職。町会議員も2、3ヶ月のうちに総辞職した。同年6月28日、千川二甲派から押されて、町会議員に就任。続いて7月29日、九代目岡崎町長に就任した。1916年7月1日。 岡崎町は、市政志向市、岡崎市となった。厚生通り南にて、市政志向を祝賀する、新聞記事。1910年12月、市政志向調査委員が設置され、市政志向に向けての動きが本格化する。1912年9月26日、岡崎町は、内務大臣、原隆氏に宛てて、市政志向内申書を提出したが、 愛知県では、市政志向の主張が不明瞭であるとして却下。そして、ぬかた軍役所を通じて、1913年7月に、さらに詳しく説明するよう命じた。これを受けて、同年12月3日、岡崎町は、愛知県へ答申書を提出。翌1914年3月12日、愛知県に対する陳情、請願が行われると、県は、町有財産、町の歳入で、 商工業の現況、物価の調節など細部にわたる調査を行った。同年5月8日、2回目の内申書を県へ提出。5月9日、千賀又一は、千賀千太郎と六代目、深田三代を伴い、愛知県に内務省への上進を交陳情を行った。2回目の内申書が提出された頃より、町民の中から市政志向の実現を目指すためには、 なるべく町域を広げる必要があると主張するものが出てくる。1914年10月1日、岡崎町は広畑町を編入。1915年1月18日、3回目の内申書を愛知県へ提出。この年、関係者による内務省や各政党有力者、愛知県への陳情が再三にわたり行われる。 翌1916年6月14日、第二次大熊内閣の内務大臣、一木徳木郎はついに岡崎町の市政志向を認可した。翌6月15日の官報に岡崎町を廃止それの区域をもって、岡崎市を経け、区との内務省告示が掲載される。同年7月1日、市政志向に伴って、前町長の千賀は市長臨時代理となった。 市政施行日から3日間にわたって市内では様々な祝願行事が行われた。初日は夕方から岡崎公園で市民祝賀大演誘会が開かれ、1万人余りの超鎮行列が町を埋めた。2日目は大塚電橋付近で花火大会、3日目は岡崎天満宮で花火大会が催された。市役所は 籠田町百三103番地の岡崎町役場がそのまま、当てられた。岡崎市長選挙には、千賀又た千賀千太郎、六代目、深田三代優の三名が候補者として選ばれる。同年9月21日に当選し、10月14日に初代市長に任命された。1918年7月12日、公務執務中に倒れ、その日のうちに死去した。 49歳没。1961年7月1日、岡崎市名誉市民に推挙される。ありがとうございます。